まあこれはね何でもかんでもこじつけてあ引き寄せたっていうこともできるし、まあ、そもそもあのミラーリングっていう作用があってあの生物ってのはだんだん似てくる、まあ、もしくは近くにいればいるほど似てくるし似たものがまた似たもの同士で組織を作っていくってことらしいんですよ。 でああですんでねあの、ライオンとバッタは同時に住まないとかね深海魚と鳥はああ友達にならないとかこれ極端な例ですけども人間の性格も一緒にいて、まあ、心地いいと思える人がだんだん近寄っていくってことがあって嫌悪感を抱く者同士が近寄るとどちらかがどちらかを害して結局気に入らない者がいなくなるっていうことで同一性を保つらしいんですよね。 うん、で引き寄せの法則っていうのは例えば「あ似てるよね」みたいなことが起きますけどそれは全体の中で共通点を見出して「あこれが引き寄せたんだ」っていうふうにまあ結構ね苦しいこじつきをしているとも見えるし実際に自分の行動が似たような行動をした人を引き寄せるとも言えるしただ本当に引き寄せの法則がねもしあるとしたらこの引き寄せの法則の一番の達人ってのは誰だろうと思っちゃいますよね。 世界で一番引き寄せの法則をこの使いこなしている人は誰だろうとかね。例えば書道とか空手とか経営者とかあのそれぞれの世界にはその道の第一人者っていると思うんですけども引き寄せの法則の第一人者で何でもかんでも引き寄せる人って聞いたことがないのは <laughs> どういうことなのかなと思うんですよ。まあですんでねあの引き寄せの法則というふうにまとめるのはすごくわかりやすくって、えー、いいなと思いますんで私もね結構好きなんですけども。 真面目に考えてみると引き寄せの法則っていうのはただ我々が思ってるだけで実際はないのかなと思いますしまあ引き寄せてるというふうに考えた方が丸く収まるからそういうふうに考えていた方がいいと思うんですけども逆に今度はね引き寄せの法則を使うのが下手で意識しないと引き寄せたたくくななないいもののがが集まってるるみたいなことがあるのかなとあか思うんですよ例えば悪いことは続くとか言いますけどもね。 悪事が重なるとか言いますけどもこれは悪いことをすると悪いことが引き寄せられていくっていうふうに考えるのか、うん、それとも昔からのことわざでいいことも悪いこともあざえる縄の如しって言って交互にやってくるみたいなこともあってこれは一体何を引き寄せているんだろうかとかね、うん、いろいろ考えるところが多いんですけどもね、うん、まあでも全く違った個性を持った人が妙に馬が合うみたいな話もあるし。<laughs> まあ色々ですね、うん、でも基本的には似たような人が集まった方がなんか過ごしやすいのかなと思いますけどね。えというところでちょっと行ってきます。